ちょいちょいダンスだけ見せてくるパートがある。ダンスダセー。ごめん、ビキニよりもダンスダセーの方に目が行くわ。タモティ強キャラのオーラすごいよ。4月、あ、なんか育成モード的な感じなのかな。 CM 出演の依頼が来た。ハンバーガーの CM、 またチューチュートレインだ。またチューチュートレインだよ。え、なにこれ。ステップレッスン、ペアレッスン、パネルレッスン。まあいいか、パネルレッスンしよう。ピースを動かしてイラストパネルを完成させよう。あ、これ何、できるんです的なあれ。うわ、懐かしい、こういうゲーム。しかも順番見せてくれるんだ。めちゃくちゃ優しいじゃん。こうなんだっけ、できるんですだよね。褒め上手だな。お、コミュニケーション。まあ、これは褒めるでしょ。褒めたら、ちょっとやる気が上がったよ。めっちゃ上がれよ。あ、CM 出演。ミラクルパワーカードね。ミラクルパワーカードのキラ持ってないのかな？わし。どれがどれかわかんない。あ、犬がキラならミラクルパワーカードお任せで大丈夫ですよ、だって。あ、じゃあ次からそうします。スペードスペード。あ、これキラ！リトルヘッドライナー。これ強そうじゃない？あ、使えねえ！ちょっと使えねえ、やばい。CM には服。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、マジで。じゃあこれこれ、あー無理。ちょっと待って、もう次先、ちょっと次先選ぼう。さすがにもう惑わされないと思うから、このゲームのプレイで勝つわ。ちょっと待って、タッチになってんだけど。何さっき、どういう基準なの。でん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 。ちょっと待って、タッチシステムを採用したことによってよりダンスが目に入ってきて集中できない。でん、ああ、多分ここで押すところがないのは制作人の配慮だろうね。ここきっと笑って何もできないだろうなっていう配慮を感じます。いや、音ゲーは大したことないんだけどな。これ残念だとストーリー進まないのとかあんのかな。コミュニケーションを取ってあげてね。まあ、励ますか。慰めよ。あ、なんか失敗したっぽい。慰めたらちょっとやる気が下がっちゃった。ランキング発表。現代っ子かよ、タモティ。マロン、ココア、タモティ、バール、ハナ。ダセー。うちの子だけ名前がダサい、ごめんな。5月、CM 出演の依頼が来たよ。 CM 出演、紅茶の CM だって。じゃ、今回ステップレッスンでいこうか。はいはい。うわ、完全に修行だわこれ。 OKOK、 ちょっと興奮しすぎて画面がずれてきてる。信じろ。なんかドレスらしいんで、先にドレス選んでおこうかな。完璧。ドレス、あ、スノーホワイトプリンセス、これ絶対いいよ。フローラルイエロードレス、これもいいね。ゴスロリクラシック、あ、ローズコサージュドレス良さそうじゃない。まあ、あとサンバでサンシャインだろうね。あ、なんでこんなカード系のゲームって汗かくんだろう。ティアラ探そう。ティアラ、ティアラこういうの使えそうじゃない。パール&ピンクサファイアとかさ、シルバークロスとか、ちょ、出しとくか。ずっとドリフダンスしてるやん。あ、あった、お姫様ティアラ、これ絶対使える。お、ちょっと待って、これめちゃくちゃ強そうなんだけど、これキラー。ティアドロップアクアマリン、これ出しとくか。行きましょうか。準備したしな。
じゃあちょっと何個か試してみるか。多分僕のな感じでは、手応えではこのスノーホワイトプリンセスがいいんじゃないかなっていう。スノーホワイトプリンセス。あ、ダメだ、いやいやしてる。これじゃないよ。じゃあフローラルイエロードレスにしよう。フローラルイエロードレス。あれ下がったよね。あ、まだ低いからなんだ。じゃあこれでアクセサリーもつければ上がると。ここでティアドロップアクアマリン。ちょっとマジカルタイムプラスくれよ。マジカルタイムプラスくれよ、マジで。やばいやばいやばい、これ入れた。どうどう。あー、間に合わなかった。あ、でも今までで一番いいんじゃん。紅茶の CM、 乾杯の歌。今回どっちねえ今回そっち。これ決まってないのこれ。あ、これ乾杯の歌って曲なんだ。初めて知った。乾杯の歌ってタイトルだから、なんか奥田民生の曲とか出てくると思った歌うんかい。ダーン、ダーン。あ、歌ってんの俺だよ。あ、違う違う、この違う違う、そっちじゃない、そういう意味じゃない。今これふんふんって歌ってんのが俺で、うんうんうんって歌ってんのはプロね。ごめんごめん、今誤解招く発言があったわ。横でふーんって言ってんのが俺で、うーんの方は本物ね。よっしゃ、クリア。初クリアじゃね？めちゃくちゃ上がったじゃん。メイメイ、ココナッツ、タモティ、アクア、ベル。このダセー名前で、1位まで行ってやるぜ。お、ゲームの CM だって。ちょっと待って、これそろそろさ、みんなの意見聞きたいんだけどさ、何をもってこの服を選べばいいの？キラキラ星、ステージの感じなんだ。めちゃくちゃふわっとしてるやん。ステージの感じで判断するしかないらしい。お、アフロと、これを合わせればいいってことね。普通に神経衰弱だ。これ今、正解すると上で着てくれるんだ。むちゃくちゃな格好しとるやん。あ、今の最初にキラキラ光ったカードがこのステージに一番似合う服です。ちょっと待って、俺アフロ持ってるよ。アフロ持ってんだけど。つまりアフロが似合うってことは、ラブベリーでいうディスコ系の格好ってことでしょ。ってことはこれ超合うんじゃない。キラリンスパンコール、いや絶対これじゃない。これ、あ、これはフルーツチェーンを今回。じゃあこの、あ、これ違うわ。俺、なんか違う班チーム取ってた。いいね。あ、めちゃくちゃ、何？めちゃくちゃ上がってるじゃん。で、キラリンスパンコール。おお、もうこれ、え、これもう俺、何も押さなくてもクリアしたんじゃねえの？じゃあ、行きましょう。今回はボタンか。ボタンっぽいね、これ。出たー。パラパラバージョン。なんか動物が踊ってるだけでだいぶおもろいな今んとこのアレンジ好きだわダーン、うまっ。あ、なるほど、ゲームの CM だからカプコンの CM してるんだ。なるほどね、やっとわかった。ゲームの CM のステージだからカプコンが出るんだ。何位今俺。おお、もう2位まで来たじゃん。モカ、タモティ、フォルテ、チビ、サクラ。違和感がすげえ。ちょ、タモティ天下取ろうや。7月。今来ました。キメラのゲームですか？違います。ワンタメミュージックチャンネルです。キメラのゲームではありません。確かに今俺今タモティだいぶキメラっぽいな。なるほど、これラブベリでいうなんだっけ、ビーチステージだな。よし、信じられない、信じられない。水着選んどっか。さっきさ出した水着多分使えるよな。あ、
これじゃなかったさっき。サンバ、あ、でもこれサンバって書いてあるからこれ違うわ。あ、でも虹色マーメイドとか良さそうかも。あ、この辺光ってるぞ。グリッターフィッシュドレス、これ強いんじゃないこれ。アクセは2つまで選べる。なるほど。海で被る帽子って何？こういうやつ？アクティブメッシュキャップとか。パイナップルエンジェルだな。これいいでしょ。これ良さそう。プルメリアコサージュ。あ！サングラス絶対良くない？まあいいや、ちょっとこの辺で行ってみよう。じゃ、まずこのキラのグリッターフィッシュドレス。キラ強いでしょ、絶対。僕男の子なんでキラ信者なんですよね。あ、違うな。これじゃねえわ。虹色マーメイドにしてみよう。あ、まあ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 、やっぱビキニの方がいいのかな。通してみようかな。で、サングラス。うわ、ちょっとね、帽子が外れたよ。帽子が外れたよ。ね、帽子が外れたよ。もう、なんだ、同じ枠なのかよ、帽子と。監督のおじさんみたいなファッションになっちゃったよ。どっちどっちタッチかどっちタッチ。お、いいね。いいね。爽やか。なんとしてもクリアせねば。はい。200チャンス。ナイス成功。ちょいちょいダンスだけ見せてくるパートがある。うーん、おっしゃ。しゃぶね。犬っておっぱい2つでしたっけ？そういう問題？もはやこれを別におっぱい隠すために着てないでしょ。ファッションでしょ。別にあの乳首の露出を避けるためにビキニ着てないと思うんだよね、犬って。人間はあの乳首の露出を避けるために着てる節あるけど、犬はそういう問題じゃないんじゃないかな。よし、今回で1位いったんじゃないの。どう？おい、モカ強えな。おい、モカ強えぞ。モカの顔見たいな。モカに勝たねえと。来た、アイスの CM。ワンタメ温度だって。お、温度、あ、温度か。温度ってことはサンバじゃねえか。ちょっと俺早くサンバやりたいんだけど。浴衣でしょ、絶対。あ、これはお祭りアゲハ。これ、あ、でも、これもいいな。パピーコマチ。ちょ、これどっちかな。おしゃれカードは？おしゃれカード何が？お花見アフロかな。お花見って和風だもんね。ちょっとお花見アフロ出しとくか。かんざし。かんざしがいいらしいです。一回、机の上整理しないとやばい。これと、てんてん。この曲、気が狂いそうだ。やばいやばい。ちょっと待って。かんざし？あ、ないぞ。あ、これは？これ絶対いいでしょ。ちりめん首飾り。まあいいや、これでいけるっしょ。勝てる勝てる。音ゲーうまいし。さあ、まずこれでしょ。お祭りアゲハ絶対いいでしょ。うわっ、ダメだ、バージョンがちげえ。ちょっと待って、これパピーコマチいけなかったら詰むんだけど。あ、よかった、いけた、よかった。パピーコマチいけた。で、お花見アフロっしょ。うわ、使えねえ。お花見アフロ使えねえ。ちょっと待って、ちりめんこ、ちりめんクリカ買う、頼むぞ、ちりめん。うわ、チリメンも使えない。ちょっと待って、他のやつなんかない？ちょっと待って、なくない、ちょっとさっき選んだやつない。ちょっと待ってない。よし、ちょっと上がった。よし、これ、まあこれでいこう。いけるやろ。アイスの CM、 ワンタメ温度ね。いいね。温度って全部イントロ同じだよね。
いい曲。むずい。あ、嘘。いける？むず。いや、無理だろ、それは。無理だろ。突然の。パピフラッペうまそう。やっぱ CM って意味あるんだ。まあでもこれ、さすがに今回僕、全犬1位になったんじゃないのこれ。確かになんかステージが上がるほど難易度上がってる気がする。来い、1位来い。1位来い。おい、モカ強え。ちょっとモカ強えぞ。モカも一緒に上がっている？おう！モカ強えんだけど、勝てるかこれ。何月まであんのこれ。旅行の CM だって。あ、これなんか、あ、ワンタメサンバ来たー。これ絶対勝てるわ。もうワンタメサンバの強そうな服めっちゃ持ってるもん。サンバの服を探します。お、関係ねえけど、これ右上のやつすごい。小学2年生の付録じゃん。ちょうど今俺小学2年生だから。サンバの頭って他にもあんのかな？あ、ちょっと待って、あった！これでしょ。サンバでサンシャインとさ、合わせたら超強いんじゃないのこれ。この二つ絶対合うでしょ。あ、もうこれでいけるじゃん。これでいこう。まずこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。もう今さ、これさ、あ、じゃそんなことしてる場合じゃねえや。あ、花子じゃん。星子ならぬ花子。ワンタメサンバーだろうね、多分。大体想像つくわ。サンバもイントロ全部同じだから。思ってた曲調と違え。でん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 ミラクルチャンス。めっちゃいい曲なんだけど。ワンタメサンバ。あ、間違えた。色がな、区別がつかないんだよ。ワンタメサンバ。昼も夜も。てんてれんてんてんてれんてん踊ろうてんてれんあんあんあらんてん踊ろうてんてれんあんあんあらんしゃこれモカ抜いたっしょ。めちゃくちゃいい曲なんだけど、ワンタメサンバ。昼も夜もんとか超いい。メロディーめちゃくちゃいいな、俺。頼む！超えるか？よっしゃ！やった！嬉しい。モカに勝った。嬉しい。あー、タモティがトップ取ったわ。いやー、ちょっと。今日はこの辺にしますわ。すごい、でもこりゃ確かに当時の女児たちは熱狂しただろうね。こんなやっぱさ、カードを集めるのって楽しいよね。じゃあ今日はこの辺で。あ、初めて見た人よかったらチャンネル登録、高評価、 Twitter フォローよろしくお願いします。いやー、面白かった。ではお疲れ様でした。さよなら。なんでカードダンスファッションゲームってこんな疲れるんだろう。来いよ。おお、めちゃくちゃ引き離してんじゃん。見たか、もうか。ずっと9点で勝ち上がって。ずっと9点差で負け続けたから。